東京都2013年埼玉栄チームがマークしました45秒23となっております。それでは決勝に出場するチーム並びにオーダーを紹介いたします。第2レーン西洋石川、このオーダー柳久保さん、柳沢優さん、宮口愛子さん、塩本真由美さん。第3レーン京和学園群馬、中条ゆずきさん、塩田かりんさん、田中清野さん、新藤美也さん。第4レーン立命学級賞北海道、吉田亮さん、薄井彩音さん、石戸美奈さん、松田奈々さん。第5レーン創陽神奈川、高橋美月さん、高島咲さん、高島夏美さん、石川優さん。第6レーン滋賀県愛知、大城純さん、安藤麻里さん、田中美希さん、井戸アビゲイル風子さん。第7レーン東京、塩野真帆さん、角田泉さん、須藤美代さん、高橋真由さん。第8レーン京都8番京都、井上あずみさん、小西さやまさん、足立まりんさん、キキアイコさん。第9レーン山形中央、山形、岡田優さん、青野志乃さん、青野琴音さん、酒井環奈さん。以上8チームによりまして女子 400m リレー決勝であります。
力強いね、で、だけどまだ2年生と1年生だもんで、来年もまた優勝の可能性あるね。優勝インタビューです。女子 400m リレー優勝の立命館慶祥高校です。おめでとうございます。では本日1走の西田選手に一緒にやっていきます。おめでとうございます。皆さんも驚いてますね。印象どうですか？どんなことを意識してまず1走を走ってましたか？この3人は絶対一段できてくれてしまうので、そして理想の臼井選手、3年生同士、お父さんからお友達にどんな思いでしょうか？メートルの悔しさもどうでしたか？個人では悔しいデータですので、逃げる印象に出てしまいます。そして3年生、3走は1年生の石野さんです。前半は3年生2人のまとめで伸びてました。先輩2人が中学チャンピオンだもんね。いい名前でバトンを受け出したので、顔を持って広げて、7がリラックスして全力が走っているように思って思って走りました。優勝した瞬間どうでしたか？楽しかったです。おめでとうございます。そしてアンカー、松田選手、3人が繋いだバトンを受け取ってどういう思いを出していましたか？絶対前の3人から絶対1秒で繋いでくれるものなので、君を幸せにしました。最後、後ろからの追い投げもありました。どう感じてました？絶対に優勝できると確信していたので、まず自分を説明しました。最後先頭でフィニッシュした時どう思いましたか？本当に嬉しかったです。おめでとうございました。ありがとうございました。以上です。